屋敷が打てるようになればね、はい、足があるし、非常にこういい一番バッターだとは思うんですけども、どうしてもこの屋敷の場合は、どうですかね、打ちに行きすぎるって言うんでしょうね。あ、なるほどね、今の気持ちでね。ね、気持ちがね、非常に前向きはいいんですけど、太陽ファンの皆さんもね、いろいろ考えることがあるでしょうけども、はい、まあとにかく今日のお客さんはやっぱりあれなぜかなっていうことが多いんじゃないかな。左バッターに対してね、はい、シュート系のアウトサイドへのコントロールもないんですよね。はい、放送席、はい、今今日2本目のホームランを打った。ありがとうございます。やっぱりね、こういうホームラン打ってその後デッドボールで、そういった後っていうのはね、やっぱ意識止めています。中日がというところありますね、この人は。いろんな期待を持たせてくれる、そういうバッターですね。だからこういうこの意識するときあるんですよ、こういうバッターを迎えたときに、ね。去年は8月3日の阪神戦1試合3本のホームランを固め打ちしたかと思えば、23試合連続三振という記録を作ったりというもうすごい選手ですね、これ。まあ使う監督のこれ直そうとしないでしょ、はい、ですからかなり、まあ、考えること考えると思うんじゃないかな。足を痛かったりちょっと故障が、ね、目立つようになってきましたね。まあ、キャッチャーとポジションというのはこれかなりね、送っていったら大変なポジションなんですけども、ちょっとどうですかね、故障が目立つようになってきましたね。サードゴロ、はですね、まあ、決め入りましたけれども、バケツを蹴飛ばしたり、ベンチを蹴ったりして、はいはい、ベンチの中で大暴れしてますし、珍しい失敗かなと。須藤さんはね、屋敷っていう選手の人は、あまり葛藤するって言ってるんですよ。なるほど、僕らと話した時でもですね、屋敷をなんとかして、なんとかしたいっていうのはね、うん、日頃から言ってることなんですよね。僕はセーフティーバット。他にも堀江とかね、たくさんいい選手いますからね。何人かいますけどね、そうですよね。石井、名前も忠則から白鸚に。